ドジャースの大谷翔平投手、30、が4日、日本時間5日、敵地でのエンゼルス戦前に術後2度目の保守を座らせた状態でのブルペン投球を行い、同最多15球を投げた。大谷は前日同様にホーム側の左翼付近で壁当てとキャッチボールを行い、平地でも保守を座らせて15球の投球練習。その後、ブルペンに移動した。 ドジャースに移籍したとあってブルペン上段のホーム側ではなく、下段のビジター側ブルペンを使用したが、ブルペン中には笑顔もこぼれた。この日の最速は球団関係者によると、球速は88から90マイル、約141.6キロを144.8キロ、キロだった。また、投球練習後はブルペンに訪れた寺田洋一トレーナー。 日系2世のグレース・マクナミー候補らエンゼルススタッフと急行を温め、可愛く三角座りして談笑する場面もあった。ドジャースのクラブハウスに戻ってからはティー・ヘルナンデス、ベッツと珍しく三者会談前日にはカーショーと同様に長く話し込む場面もあった。大谷は来季の投手復帰に向け、8月24日に術後、初めてブルペン入り。その後、 同28日にも2度目のブルペンに入ったが、いずれも捕手が立った状態での投球練習だった。その後、8月31日に初めて捕手が座った状態で10球のブルペン投球を行い、最速は92マイル、約148.0キロ、だった。